皆様ごきげんようチューリリップリンセスです今日の私のお染めのもうほとんどお昼ぐらいなんですけれどもビスクジゃご飯ご紹介したいと思いますえ昨日私はエいまいせでヒレカツじ黒豚のを食べたのでえっとちょっとそちらをリセットしていきたいと思いますその後食べたえっと抹茶のゼリーもちょっと甘かったのでそれを リセットしていきたいっていうメニューを考えました。じゃーん、こちらですね。まずはもう一番大事なお味噌汁。えー、抗酸化、えー、そしてお野菜たっぷりの、もうこちらがあれば、とりあえず、これさえあれば大丈夫っていうお味噌汁ですね。こちらは、あの、いただいた新潟の、えー、美味しいお味噌で作りました。人参、大根、えっ、ー、と、は、うん、チンゲン菜。 えっと、新玉ねぎ。人参、大根、チンゲン菜、新玉ねぎ。あと何かね、もう一種類、一種類ぐらい。生しいたけかなとか、いろいろ入ってる超、あの、高酸化の、とっても美味しいお味噌汁です。これさえあれば大丈夫です。でそして、こちらが、こちらはね、あの、いただいた梅干しも美味しかったんですけれども、 それずっと連日食べて、あの、ちょっと少し飽きたっていうのと、あとやっぱりこれがね、すっごいこれは本当に本当に、あの、もっともっといい、あの、有機梅干しなんですね。もっともっとあの、本当に安心して食べられる最高の有機梅干しです。これがあの、第一、宅配から届きました。ちょっとね、その、美味しさとか、食べやすさとかっていうのは分かんないけれども、これは有機の梅干しと、あと、 勇気の梅ともう本当にお塩もねあの海のせいっていう海塩があるんですけどもそれしか使ってないっていうもうほんまもの <laughs> 本物のほのあの有機梅干しなので、まあ、とにかくあの余計なものを一切入ってない本当の無添加ですねしかもねいろいろ農薬とかも一切使わずに育てた梅干し 梅ななののでですすごくいいいと思いますなので今日はね、こちらせっかく届きましたので、今日はこちらをあの最高の梅干しをいただきたいと思います。で、これが、えっと、えっとですね、これはね、えっと、あれですね、またごめんなさいね、いつもなのに忘れちゃう。秋田小町、無農薬の秋田小町白米。私は白米です。で、それで、えっと、こちらは、うーんと、 こちらはねねえっと、ね、ちょっとね黄身がレモンイエローのあのー、なんかね第一宅配のなんですね大地宅配のあのあ本当になんか黄色が濃ければ濃いほどいいって思われてるかもしれないけれどもあれをこうなんか意図的にねあの黄身をこう黄色くするっていう、あのー、ところもあるみたいでそういうのじゃなくてなんかね本当に自然のあのー、なんか肥料みたいなので育てて。 なんかレモンイエローの薄いなんか黄色なんですね。うん、なんだったかな、さっぱりひらがい卵かな。<laughs> そうなのでこうあえてその黄身を濃くしようっていうなんかをしてないような感じなのかな。ちょっと詳しく説明できないけれども、なんかねあっさりした感じのレモンイエローの黄身の,あのひらがい卵と。 あと、えっと、ブロッコリーですね。やっぱりブロッコリー最近食べてなかった。ね <laughs> やっぱブロッコリー食べなきゃ食べなきゃと思って、あの、ブロッコリーをあの、今、ホットクックで蒸しました。で、一応ちょっとね、もうちょっと蒸したい感じもあったので、あの、小さめの、あの、火の通りの早いのをこう脇に添えたんですけども、後でまた多いブロッコリーでね、もっと食べると思います。で、えっと、こちらはですね、うーんと、 これもでも多分、あの、有機ブロッコリーかなカムの原農かなんかの、多分、第一宅配かなんかの、あの、安心のブロッコリーで、で、これは、これは、生、生搾り木綿豆腐かななんかね、そういうのがありますよね。オイシックス頼んでる方、わかると思うんですけども、生搾り、牛乳飲み放題とかでも選べるかもしれない。木ん 生絞り豆腐かななんかこれもねやっぱりあの新鮮豆腐と比べてみたい感じもあってあの今日はねこれをねあのなんか半丁ずつ2パックになってるんだけれどもあの半丁でもなんかねちょっといろいろ食べるものもあって納豆もあるのでいいかなと思ってその半丁をさらに半,半分にして4分の1ぐらいかな。 これをまたね、最近冷ややっこにはまってるので冷ややっこにしましたこちらにまたオイシックスの鰹節かけてあ生姜もまた持ってこないとですね生姜とあと、えっといただいた湯浅醤油をかけてね、あのー、冷ややっこ最近またちょっとはまってるので食べようかなと思いますでこれがえっとね、力自慢かな力自慢っていうなんかちっちゃめのカップに入ったちょうどいいあの量のね いろいろ他に食べるものがあるときはちょうどいいかなっていうぐらいの量の力自慢っていうカップ納豆ですね。これも第一宅配かなと思います。こんな感じで今日はねリセットご飯ね、すごくいいですね。なんか急に目玉焼き。これ黄色いのはねオリーブバージンオイルで焼いてるので黄色くなってます。これにまた私はお醤油だね。<laughs> お醤油派なのでお醤油をかけていただきます。 ねえ、お醤油大好き。<laughs> なので、こんな感じでもう、今日もね、渋い渋い、あの、リセット、美食所、ご飯です。ねいブロッコリーするかもしれないです。ねもっともっと食べたい。<laughs> 感じで、まあ、お野菜もこれでしっかり取れるので、全然いいんですけども、今日ね、朝私1時間ぐらいかけて、またチューリップラジオ取っちゃったんですけども、これを作る、ちょっと前にね、 まあ一応聞いてみてなんか普通に結構リラックスして喋ってまたぐたぐた話してしまったかもしれないので一応聞いてみてなんか問題がなさそうであればアップしようかなと思いますなのでまあおしゃべりは今日はこれぐらいにしようかなと思いますそれでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください Have a nice day! チューリップリンセスでしたまたね